2000X 年、体罰が禁止され、教師は力を失い、学校は荒れた生徒であふれる無法地帯となった。この事態を重く見た政府は、荒廃した学校を立て直すため、新たな法案を施行した。仮面をつけてのみ体罰を許され、素顔を知られてはならない特別教師を全国に派遣したのだ。その名は仮面ティーチャー。そして架空学院高校に派遣された仮面ティーチャー荒木豪太。学校を支配する金蔵を頂点とした問題児集団 M4。 彼らに対峙する豪太にはある決意があった。教師を続けるなら生徒とは深く関わらない方がいいです。そういうわけにはいかないんです。え？だって俺はあいつらの担任なんですから。過去の悲しき事故をきっかけに豪太はこれまでの力による制圧を捨て、心で生徒と向き合い公正に導こうとしていたのだ。そんな豪太の前に現れた黒の仮面ティーチャー。その正体は生徒でありながら特例で仮面ティーチャーになることを許された草薙圭吾。彼は母を失った悲しき過去から仮面ティーチャーとなった。人の痛みがわからないクズには体で教えるしかない。生徒を変えるのは心による導きか暴力による恐怖か。草薙との対立の中、豪太は金蔵と向かい合う。お前らの何を信じろっつんだよ。これ以上裏切られんのはうんざりなんだよ。そしてついに大人を憎み閉ざしていた金蔵の心を豪太は溶かした。自らを犠牲にしても生徒と向き合う豪太。その姿に草薙もまた心を動かされ、架空学院最大のピンチを二人で救ったのだった。特別授業は以上だ。どうして生徒たちを守った？あんたと一緒だ。少しだけあいつらを信じようと思った。イクラは仮面ティーチャー法の改正を決意、体罰を制限し心での導きを促そうと動き出す。君は今の教育界の光かもしれないな。そんな中、架空学院から金蔵が姿を消した。そして半年が過ぎた。全員揃ってるな。金蔵以外誰が今日もいねえって。勝手に決めつけてんじゃねえ。金ちゃん、金蔵、あ、いった気持ち悪いよお前今まで何やってたんだ。まあいろいろ。よし全員揃ったな。お前たちこれからもよろしく。まさかの表よ。いや今日はいい日だな。いい日ですよ、この半年毎日静かで平和で。これも全て仮面ティーチャーのおかげですかね。クオン先生も現場復帰されて。この半年間どこに行ってた？なんでてめえにいちいち報告しなきゃいけねえんだよ。
そんなに俺のことが気になるのか。ああ。もしかしてお前、俺のこと好きだろ。違う。分かってるよ。学校好きなお前が突然半年も姿を消した理由に興味がある。そんなじっと見んなよ。だから違う。じゃあみんな進路希望表を帰りに出して帰ってください。はい、じゃあまた明日。 あ、ちょっと何も書いてないよ。お願いします。インパルーションっていうのは綺麗な顔の中でしか集めない。先生！うわ、あ、おはよう。どうした？あの、江夏千景ちゃんのことなんですけど。江夏千景？うん。あ、市村先生のクラスの？はい。江夏さんがどうしたの？昨日夜遅くに偶然会ったんですけど。千景ちゃん？かな子？やっぱり！なんか様子が変だったっていうか、予備校の帰りだって言ってましたけど。あの、こんなこと言うのあれですけど、千景ちゃんのうち予備校に通えるほど家がお金持ちじゃないんですよ。しかもいつもと違って髪の毛とかもすっごい綺麗になってて。俺らのことを考えると、ああ、予備校は嘘で、なんか危ないバイトでもしてるんじゃないかって。千景のこと調べろって頼むぞ。今日お店終わったら時間空いてる？すいません。え、殺しないでしょ。今日お店終わったら何時に終わるの？今日ちょっとごめんなさい。いやいやいや、始めよう。え、教育の教という字、これは惜しむという言葉が転じたもの。そう、もう一丁。惜しむとは愛おしむ、つまり愛と、そして教育の育という字、これはそば立つ、つまりそばで見守ること。よーし、ほっとと金髪スーパーアクロバット。はい、俺はお前らのことを愛を持って見守っているぞ。いや、金髪ちゃんパート2ではいきなりいいこと言うな。えなつのことですか？はい。もし近藤さんの話が本当なら、教師として私は何をすべきなんだろうって。危ないバイトをやめなさいっていうのは簡単なんですけど、それじゃ解決にならない気がして。荒木、ボン。え？
ってことはその女子生徒は貧乏だけど名門私立大学に入りたい。だからそのお金を稼ぐためにキャバクラに。それも結構ヤバい店らしいぜ。おいボン。お。荒木は A 組の何探ってんだ。薫さんお願いします。はい、すいません失礼します。ご指名は。ご指名ありがとうございます。薫さんです。失礼します。座って。私があなたを指名したんだから。失礼します。調べたらね、江夏さんが受け取れる奨学金これだけあったの。もちろん大学卒業したらちょっとずつ返していかなきゃいけないけど。余計なことしないで。ほっといてよ。ほっとけない。私はあなたの担任だから。だからってそんな急にお店辞められるわけないでしょ。私が何とかする。ちょっと困るな。彼女結構不当客もついてましてね。でも彼女はまだ高校生なんです。本当に申し訳ないんですが、彼女には他にやるべきことがあるので失礼します。先生がお店とちゃんと話をするから。だから一緒に行きましょう。すいません、今日は急遽閉店させていただきます。すいません。申し訳ありません。困るんですよね、勝手なことされちゃ。これちょっとした誘拐ですよ。店長すいません、お店辞めさせてください。無理に決まってんだろクソガキが。警察呼びますよ。店長、金属。人助けは趣味じゃねえけど、黙って見過ごすわけにもいかねえからな。なんだてめえは。やれ！
なんだてめえ。仮面ティーチャー。自分自身エスコートできない危険地帯。課外授業を始めよう。夢を追うことは否定しない。だが、自分を粗末にするな。自分の夢を追えるのは自分だけだ。これからはお前のことを思ってくれる愛を持った教師に相談するんだ。市村先生、頼りないかもしれないけど、私は何があってもあなたを全力で応援するから。ありがとう。課外授業は以上だ。奨学金申請したみたいで良かったですね。はい、これも市村先生のおかげですね。いえ、私は江夏さんの夢をちょっと後押ししただけで。それって意外とできないもんですよ、本気で生徒を思ってないと。俺も昔グレかけた時があって、その時俺を本気で思って叱ってくれた恩師がいたんです。その人に言われました。自分を信じることが力になる。そうすればどんな逆境に立たされようと絶対ひるむことはない。いい言葉ですね。俺は高校の時その先生に救われました。だからきっと江夏も市村先生に救われたって思ってるはずですよ。そんな、本当のピンチを救ってくれたのは仮面ティーチャー。また救われたか。なるほど。再び体罰を制限する。話にならない。進むべき道は真逆だ。御堂事務次官、君は架空学院の事例だけで判断しようとしているようだが、果たして本当にその学院は君の理想に近づきつつあるのか。どういう意味ですか。
その店で働いていた者の中に架空学院の生徒もいたそうだ。一つ問題を解決するとまた別の問題が湧き上がる。それはなぜかわかるか？何のために仮面ティーチャー制度を作った？体罰は何のためにある？秩序のためだ。では秩序は何のためにある？架空学院高校は今後私が監督する。腐敗した地を再生させるには嵐が必要だ。嵐。私はただただ教育現場の再建を願っているものであります。強く願っているものであります。学校の目的が生徒たちの幸福であることはしばしば言われております。確かにその通りであって、もし生徒たちが幸せではなく彼らの主観的目的が満たされておらず、この満足の媒介が学校そのものであると彼らが認めないならば、学校というものの基礎は脆弱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 なのであります。はい。今日からまた新しい教師が来るみたいですね。え、なんすか？仲間が増えるんですか？いや、いいことじゃないですか。ね。でも、欠員が出たわけでもないのに、この時期に変ですよね。少子化で生徒は減ってるのに教師は増やす。校長は何を考えてるんでしょうかね。本日より副校長として赴任してきました。ラ、モン、コウ、ヘイ、ラモン・コウヘイと申します。そしてこちらが教務主任、阿南トウコです。校長？そう、現場の指揮を任されたものであります。つまり我々の意思は校長先生の意思であり、この学院の意思である。そう捉えていただきたい。ラモン先生、僕のこと覚えてますか？あの荒木です。高校の時お世話になった荒木豪太です。え、知り合い？そう、無論覚えてますよ。復帰なされたんですか？復帰？いや、またお会いできて嬉しいです。君も教師に？はい、先生に憧れて。私に憧れて？はい。そう、よろしゅう。お願いします。え、教育省から？ええ、まあ、ですからラモン先生と
阿南先生の言うことには従ってください。荒木先生がおっしゃってた恩師ってラモン先生のことだったんですね。はい。すごいですね、こんな偶然。ラモン先生がいなかったら今の俺はありませんでした。いいか、自分を信じること、これだけは胸に留めておいてほしい。自分を信じることが力になる。そうすればどんな逆境に立たされようと絶対ひるむことはない。いいな。はい。おい、今日いいな。はい。よし、悪い。荒木、学校辞めなんか言ってんじゃない。俺がどうしろ、てめえには関係ねえだろ。関係あるぞ。俺お前の担任だぞ。うるせえんだ。ちょっと待て、話聞け。やめろ。話すけ、話聞けろよ。話すけ。俺なんてどうなったっていいんだよ。自分がどうなったっていい。ああ、そうだよ。そんな生徒に育つと思うやない。荒木、自分を信じるんだ。自分の未来を、自分の可能性を。お前の人生は信じるに値する。大切、大切なものなんだぞ。荒木、先生の拳は熱かった。あの頃誰も信じられるやつとかいなくて、でもあの熱い拳は信じてみてもいいかなって。それでラモン先生みたいに熱い教師になりたいって。そうだったんですね。はい。何黙ってんだってね、この野郎。黙ってんだろ、この野郎。なんか言え。お前ら何やってんだ。おいおい、せんだよ。お前何やってんの。おい、やめろって。お前、おい、邪魔すんじゃ。荒木先生、いいです。ラモン先生。なんだ、新しい専攻か。だから邪魔すんじゃねえ。先生はそんな生徒に育つと覚えはない。あったの初めてじゃねえか。いいか、カツアゲは強盗だぞ。おい、くそ、くそ、離せ。ああ、ちょっとだけ俺たちといいことしようよ。いいことしようってわけじゃねえんだからよ。言えんだよ。やめてください。あなたたちは本当にくだらないことばかりするのね。あ、新しい選考会なんかエロいな。あんたでいいや。俺らといいことしようぜ。おい、ちょっとしてろ。おい。ここでしばらく反省しなさい。おい、生徒たちに必要なのはとにかく指導です。はい。教師が生徒に与えるべきは信頼関係ではなく指導、正しき道への導きである。信じても生徒は変わりません。変えるには指導こそが一番の方法。我々でしっかり指導していきましょう。はい。御堂事務次官、なぜ教育現場から長く離れていた彼らを各学院に。
教育現場をドラスティックに変える力が必要だからだ。君が思ってるほど教育の現状は甘くない。慣れ合いで変えるにはもう手遅れなところまで来てしまってるんだよ。仮面ティーチャー法の改正は慣れ合いだと？そう言ったはずだ。それを私が証明する。彼らを使って。昨日本校一通り拝見させていただきました。風紀が大変に乱れてる。そこで抜本的な解決改善を目指すべく本日より改革を行う所存であります。概要はこの冊子の通りであります。減点制？10点減点で退学？免停のようなものです。あのこれはいくらなんでも厳しすぎるのではないでしょうか。学校の目的とは何でしょうか。学校の目的とは生徒たちの成熟を含め広く生徒たちの幸福である。だとするならば風紀の一切の乱れなく勉学に勤しむことのできる環境こそが理想である。だとするならばこれは理想への第一歩である。違いますか。いいですか。これから毎朝当番制で風紀検査を実施いたします。それ以外にも風紀違反、校則違反を見つけた際には厳しく取り締まっていただきたい。いいですね。いいですね。はい、はい、以上です。減点バツ、よく止めろ。これはあと7点減点の対策だ。はい、次6点減点。君はあと4点で退学になるから。は？こっちも。てめえ何言ってんだよ。てか私ら退学とかにしたらマジ殺すよ。やばい知り合いいっぱい知ってっから。教師への暴行2点減点。君はあと2点で退学だ。君はあと4点いな。気をつけろに。悪いのは金髪の不良女のせいじゃないか。なのになんで俺がビクつかなきゃならない。なんで俺が。コン先生ちょっとよろしいですか。あなたの苦悩は分かりますよ。あなたが以前熱心に生徒たちに向き合おうとしていたことを聞きました。生徒の声を聞き生徒の悩みに寄り添った。だがそんなあなたの心を知ろうともしない生徒たちはあなたを拒絶した。そうだ。なんで生徒に虐げられなきゃいけないんだ。その通りですよ。そしてこの学院の生徒たちは強奪、色欲、怠惰、ありとあらゆる怠惰にまみれている。そしてそれは彼らがまだ未熟である証拠。そんな未熟なものに我々成熟した大人が虐げられるゆえんはどこにもありませんよ。まして教師はその未熟な生徒を指導し正しき道へ導く資格を与えられた選ばれし人間なんですよ。選ばれし人間。共に生徒を指導し正しき道へ導きましょう。それこそが教育、そして我々教師のなすべきことなんです。すべては教育のために。はい、すべては教育のために。すべては教育のために。ラモンって教師好き勝手やってるね。気に入らねえ。定数みてえなくだらねえもんで縛りつけやがって。
どうした。初めてです。人生で初めてお前は不良だって言われました、ラモン先生に。今度どうした、落ち着け。お前はバカすぎる。お前がこんなにバカなのは勉強してない証拠だ。だからお前は不良だって。私不良じゃありません。勉強してもバカなんです。あ、いや、それ不良娘なんて誰もお嫁にもらってくれません。え、あ、お嫁に。ラモン先生とアナン先生はあなたが一体どういうつもりですか。学院はあなたたちの実験の場じゃない。あの二人を派遣したのは私ではない、御堂という男だ。御堂は私が構想中の仮面ティーチャー法改正案に反対している。それは確か仮面ティーチャーによる体罰を制限するという。そうだ。しかし彼はより強い制圧によって秩序を築こうとしている。制圧？なぜそれが間違いだと気づかないんですか。飯倉さん、私はお前を信じている。お前が架空学院を守るんだ。あと2点で退学だよ。ありえないんだけど。超ありえない。おい、あのクソ専攻どもやっちまおうぜ。なあ、やっちまおうぜ。こんな時間まで何をしている。T シャいや、なんか違うぞ。特別指導の時間だ。反省しなさい。そして悔い改めるんだ。いや、本日は大変良き指導でした。こんなにも風紀違反しているものが多いなんて。思っていた以上にここは腐り切ってます。ラモン先生。はい。この学院のためにもこれからは学内でも指導を行っていくというのはどうでしょうか。なるほど。もちろん公に私たちが指導をすれば何も分かっていない者たちが体罰だと騒ぐでしょう。そこで考えが。なんだてめえら。我々はラモン先生の意思を継ぎ発足された新生徒会である。これより我々が校内の指導に当たる。君たちは以前服装を注意されたはずだ。しかし見たところ全く懲りていない。会長、指導だ。生徒たちを使う。はい。不良たちを憎んでる生徒は大勢います。その生徒たちに声をかけ、ラモン先生の教えを説き、新生徒会として校内の指導に当たらせます。生徒に指導を促す、素晴らしい考えです。全ては教育のために。指導よし。指導、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 指導。新生徒会ですか。そう。指導とか言って校内の不良たちを襲ってるって。襲うとは人聞きが悪いです。彼らは生徒会として学校の風紀を正すべく努力してるんですよ。制服の上が兄です。あの、風紀を
正すんですよね。じゃあなぜ怪我人が出るんですか。彼らが行っているのはただの暴力です。暴力は暴力しか生まない。何ですか。君も私を否定するんですか。かつて私が君を殴ったのも間違いだったと。いえ、あれは暴力ではありません。愛がありました。お前の人生を信じるに値する。大切なものなんだぞ。でも今のラモン先生には愛が感じられません。必要なのは愛じゃありませんよ。必要なのは指導ですよ。いいですか。教師の皆さんも生徒会に負けぬよう風紀を正す努力をお願いしますよ。はい。制服の下側に靴下が1です。正式名称。だからもう不良じゃありません。ファイナルシャルプランナー。あ、今度はあれだよ。ほら難しい横文字を使えば頭がいいっていうわけじゃないぞ。役目を果たしているようですね。残る指導が必要と思われるものは2年C組の竹原金蔵と M4 だけです。奴らは少々手強いかと。なるほど。では我々の手で指導しましょう。全ては教育のために。M4 がやられて病院に運ばれた。え？襲った奴らは仮面をかぶっていたそうだ。どういうことだ？金蔵。奴らは指導の名のもとに M4 を襲ったそうだ。何が指導だ、クソ。M4 の次は金蔵。お前かもしれない。上等じゃねえかよ。こっちから仕掛けてやるよ。ダメだ、無茶する。シマルたちがやられてんだよ。それに俺が止めなきゃ、いっそいつらが他の生徒を襲うとも限んねえだろ。俺がそいつらぶっ潰してクソみてえな暴力からこの学院守んだよ。
銀蔵。やっと来たか。わざと襲いやすいように人が少ねえ道選んでやったんだ。てめえらが獅子丸たちを。俺より特別指導を行う。指導ってなんだ。二人まとめて指導を行う。互いのメディアで Toy Love Scene。
草薙警護、あなたまでくだらないことをするのね。あなたたちは本当にくだらないことばかりするのね。アナン・トーコ、なぜだ、なぜお前は生徒を襲う。なぜあなたは生徒を守るの。あなたのこと調べたわ。人の痛みがわからないクズには体で教えるしかない。私たちきっと分かり合えると思ってたのに。こんなものが仮面ティーチャーの力。弱すぎる。自分を信じる力が足りてない証拠だ。自分を信じることが力になる。出直せ。コウタさん。コウタ、大丈夫か。荒木先生、何があったんですか。ずっと尊敬していた人でした。確かによく殴られた。でも心はあったかかった。愛があった。あの人は俺の光だった。お前の人生は信じるに値する。もうなんだぞ。でも光が消えた。必要なのは愛じゃありません。必要なのは指導ですよ。出直せ。なんで私が教師をクビにされなきゃいけないんだ。自分を信じること、これだけは胸に留めておいてほしい。自分を信じることが力になる。そうすればどんな逆境に立たされようと絶対に怯むことはない。何ニヤニヤしてんだお前。そんな生徒に育てた覚えはない。
申し訳ありません。うちの子が友達を教師わかるんですか。申し訳ありません。どうするつもりですか。どうするつもりなんだ。それでもあなた教師なんですか。私はこれでずっとやってきた。これが私のやり方なんです。生徒たちも分かってくれているはずです。あなたがやってることは時代遅れなんです。私は生徒たちを愛していた。なぜそれが分からない。必要なのは指導。服装の乱れは心の乱れである。はい。あなたの目的は何ですか。仮面ティーチャー法の改正を阻止すること、それとも荒木豪太を破壊することですか。これに打ち勝てないようでは君の理想もただの机上の空論だったということだ。言ったはずだよ、飯倉君。理想が通用するほど現実は甘くないと。体罰の制限などはやめ、さらに厳しく非行少年少女を取り締まるべきだ。現に私が送り込んだラモン公平、阿南塔子は立派に機能してるじゃないか。彼らが抑止力となり、荒れた学校に秩序が戻った。この結果が全てを物語っている。そうは思わないか。そうですか。竹原金蔵と草薙圭吾に反省の色が見られないと。はい。では特別指導の時間を設けましょう。そう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 。竹原金蔵、草薙圭吾、これより特別指導を行う。てめえらじゃねえ、仮面出せ。来やがったな。死ぬ。バカの人とバカみたいな。うるせえぞてめえら。俺は人から指図されんのが一番嫌いなんだよ。俺たちの学院はお前たちの好き勝手にはさせない。金ちゃん、あとは俺たちか。荒木さん、
かつてあなたの母親は心ない生徒を信じようとしたせいで悩み傷つき命を落とした。母さん、俺が復讐するからな。その悲しみ絶望があなたを仮面ティーチャーに変えた。あなたは生徒への憎しみで満ちていたはず。そんなあなたがどうして変わったの？教師の言うことかよ！しゃー！クソが！捕まれ！なぜお前は生徒を傷つける？生徒には厳しい指導こそが必要だからよ。自分が間違っていることを痛みで分からせる。あなたの母親は甘かった。私はあなたを信じる。いくら信じても心は目には見えない。ちょっと何やってるの？もうこんなことしないで。これはただ生徒を説得してただけで。言い訳は聞きませんよ。なんであんなことしたの？ねえ、あなたのこと信じてたのに。生徒を信じるなんて所詮はただの理想。私は理想ではなく現実を見ているのに。違う、お前は信じることから逃げただけだ。
っとできる危険地帯へ張り巡らされた互いのメディアで来たら仮面ティーチさあ、課外授業を始めよう。カーッ！なぜお前は私の邪魔をする。私はこの学校の、いや日本の教育のために尽くしているのに。違う。邪魔すんじゃねえ。今のラモン先生に愛が感じられません。必要なのは愛じゃありませんよ。必要なのは指導ですよ。それは生徒を恐怖で押さえつけてるだけだ。俺は生徒を信じ抜く教師と出会った。その人は言った。生徒と教師が信じ合えて初めて心も伝わるのだと。甘い、そんな理想。いや、その甘い理想が生徒たちの心を動かす瞬間を見た。俺は信じてる。俺のことも信じろよ。あいつを信じて。暴力の無意味さに気づいてくれることを俺は信じてる。だから俺も信じる。お前がいつか変われることを。授業はもう終わりか、仮面ティーチャー。そんな生徒に育つと思うやない。先生の拳は熱かった。あの熱い拳は信じてみてもいいかなって。
ずっと尊敬していた人でした。気になったのか、仮面ティーチャーは。二度も恩師に盾突き寄ってこの恩師やんか。やめてください。市村先生、荒木先生が今まで私を、みんなを守ってくれていた。こんな傷ついても決して逃げずに信念で戦ってくれていた。甘いな。己のこれまでの甘さ、弱さを悔いるがいい。違う。弱さを悔いるのはあなただ。何？生徒を恐怖で押さえつける。あの頃あなたが信じてたものはそんなことじゃなかったはずだ。あなたが信じてたものはあなたの中にある生徒への揺るぎない愛だった。その愛こそ。あなたそのものだった。あなたにはその愛を、あなた自身を信じ切ってほしかった。教育とは心で対話をすること。俺はあなたに教えてもらった。今度は俺がそれをあなたに教える。恩師にものを教える。どこまで傲慢になったんだ君は。私はそんな生徒に育つ覚えはない。そんな教師に教わった覚えはない。仮面ティーチャーが荒木先生がこの学校にもたらしたのは秩序ではありません。教師が生徒を信じ、生徒が教師を信じることで生まれる絆です。
あなたを取り戻してください。私は間違ってない。あなたがやってることは時代遅れなんです。間違ってない、間違ってない、間違ってない、間違ってない。どうやったらなれるのか教えてくれよ。仮面ティーチャー。ラモン先生、アナン先生、クオン先生はこの学校を去ることになりました。そうですか。また学校のピンチを救ってくれたんですね。でもこれが最後です。俺が仮面ティーチャーであることを生徒に知られてしまいました。お世話になりました。休学してたのは仮面ティーチャーになるためだったんだな。ああ。
学校を頼んだ。みんなを守ってやってくれ。先生、どうしたの？暗い顔して。な、仮面ティーチャーってよ、結局誰なんだ？いや、俺は見てないけど。俺も知らない。俺も見てねえ。何突っ立ってんだよ荒木。さっさとホームルーム始めろよ。俺はお前らが大好きだ。だから朝から重いっつってんだろ。無理無理。信じ合うから絆が生まれ、その絆を守るために秩序が生まれる。確かにあなたの言うように現実は甘くない。だが信念があれば変えられる。信じてみてもらえませんか？私と一緒に教育の新しい未来を、荒木浩太という人間を。ラモン先生、ラモン先生に教えてもらったことは、今も俺の胸の中に生きてます。そしてそれは俺の生徒へと受け継がれていく。ありがとうございました。頭上げろ。私は自分が間違っているとは決して思わん。だがお前の拳は熱かった。信じた道を突き進んでる証拠だ。荒木、いい教師になったな。先生、thank you.
なお一層精進するように。はい。学院の皆さん出てきてください。おい、ビビってるか。ちゃんとぶっ殺してやっからよ。なんだあれ。ふざけた野郎どもだな。ぶっ殺しちまえ。さあ、課外授業を始めよう。自分自身エスコートできない危険地帯へ、張り巡らされた互いのメディアで Toy Love Seek。 今日からこのクラスの担任になる荒木豪太だ。26歳、趣味はバッタ採取、好きなバッタはトロサーバッタだ。みんなよろしく。俺がこの学校を変えて探す仮面ティーチャーとして。でもそれは暴力でじゃありません。なんだ。大きな力です。光だ。闇に覆われた教育界を照らすな。手段は問わない。あいつの仮面を取ったやつには500万だ。行け。誰が最強か発見させてやれ。課外授業は以上だ。リョータに愛を教えるにはどうすればいいんですか。リョータ俺がお前を守る。どいつもこいつも仮面に屈しやがって。大人なんかによ慎重。俺はここに残る。お前の幸せが俺の幸せなんだよ。クソ身勝手な大人にキッちゃんを振り回されたくないから、俺が潰す。あいつは大人を信じられません。今力で制圧すればますます大人を信じられなくなります。お前は過去に何があった。光が消された。お前らクズ。お母さんは絶対こんなこと望んでないはず。お前何やってんの。やめろ。先生の方がもっと好きです。え、あ、俺はお前らの担任だ。お前らが間違ったことしてれば俺はいくらでも邪魔をする。それが俺の使命だ。俺を気の済むまで殴ってくれ。俺は戦い続けます。笑顔のために、希望のために。救えなかったら翔平のために。この借り返したかったらいつでも来いよ。いいぞ。いい夢だ。生徒を信じて。
心と心でぶつかっていこうと思います。君は今の教育界の光かもしれないな。それが俺の仮面ティーチャーとしての覚悟です。